第2、野別母海戦。第2、野別母海戦。第2、四平海戦。は、2002年6月29日に公開。野別母島付近で発生した朝鮮民主主義、人民共和国、北朝鮮の北方限界戦を原因とする、北朝鮮と大韓民国、韓国官邸による、銃撃戦のことである。発生当初から、再開公戦と呼ばれていたが、 2008年4月8日、韓国国防部は正式名称を第2、野別母海戦に変更したと発表した。同時に、1999年に起きた野別母海戦の名称も第1、野別母海戦に変更され、再開とは朝鮮半島の西側にある海、つまり、航海を指す。6月29日の午前9時54分、韓国標準時、 再開艦対策詞第8戦隊司令部トンさん、三崎海軍基地警備戦隊第5編隊所属の警備艇トンさん三崎388号一隻が、後海の北方限界線 NLL とも呼び、国連軍司令部が朝鮮戦争直後に定めたもの。北朝鮮側は認めていないを審判した。さらにその数分後には、同第7編隊所属の トンサンミサキ684号も侵入したため、韓国海軍第二艦隊司令部も、同海域に232高速艇編隊所属のチャムスリ級小海艇2隻を派遣した。計4隻の艦艇が接近したとき、北朝鮮側トンサンミサキ684号が発砲し、韓国小海艇357号の操舵室を直撃した。小海艇は炎上し、 公戦不能に陥る。もう一隻の昇海艇は、攻撃を受けなかったので応戦。さらに、韓国側は近海にいた、昇海艦二隻を緊急出動させる。計三隻の攻撃によって、トンサンミサキ684号は、炎上する。しかし、炎上した、警備艇は発砲しつつ、北上を続け、トンサンミサキ388号と共に、 北朝鮮が海域に戻ることに成功する。韓国海軍は北朝鮮海域まで警備艇を追うことはせず、砲撃を受けたチャムスリ級昇海底357号を栄光しつつ帰還したが、帰還途中に357号は沈没した。韓国側はこの交戦によって、戦死4名、負傷者19名、行方不明者1名、 あとに357号引き上げ作業時に、遺体で発見、さらに小海底一石沈没という損害を受ける。また、負傷者1名が後日、病院で死亡した。北朝鮮側の損害は、トンサンミサキ684号の帰還直後、乗組員を乗せたと思われる大型ヘリコプターが、ピョンヤンスン,ン飛行場へと飛び立ったことから相当、数の死傷者が出たものと推測された。 合同参謀本部軍事情報部長の件、英達少将は死亡13人、負傷者25人の計38人と結論付けた。一方で、当時第8戦隊所属の水兵であった脱北者によれば死者は艦長、機関長、総打手の3名、負傷者は5、6名程度に過ぎないとされる。韓国国防部は北朝鮮艦艇が 全く躊躇なく発砲してきたこと、そしてその後すぐに反転して逃げ去ったという行動などから、この交戦は朝鮮人民軍が緻密に計画した奇襲であったと発表た。しかし、戦死者まで出たにもかかわらず、韓国国民の関心は高まらなかった。韓国では当時、日韓ワールドカップが開催されており、事件直後こそ国民の関心は、 非常に高かったものの、韓国代表がワールドカップベスト4の快挙を成し遂げていたため、連日テレビのニュースはワールドカップ関連一色であったこともあり、すぐに関心は低くなった。韓国政府も当時の大統領である金大中が対応政策を推進していたこともあり、また北朝鮮が偶発的と主張しつつも遺憾の意を表明したこともあり、 北朝鮮に対する具体的な圧力、制裁などは行わなかった。殉職した軍人の一周期にも政府の関係者は姿は見られず国民の関心も低く遺族は暗淡とした気持ちになったという事件で夫を失ったある韓国人女性は韓国に失望しアメリカ合衆国に渡ったという毎年6月29日には韓国で 海軍主催による追悼式典が行われているが、ロブ現大統領は参加しておらず、2007年になって、初めて首相、ハン特首と合同参謀議長、金・ヒロシチンの参加が実現した。しかし、追悼式典そのものも2007年を最後に行われないことが決定していた。一方で、この事件に関心を持ち続けた人たちもおり、2007年6月28日に、 浸水の韓国海軍時期高速ミサイル艇、犬はシ型ミサイル艇の名称が、戦死者の一人である357号艇長イン、ヒサシナツ、ユンヨンハスクナウ、死後階級特進。少佐に相当する階級から取られることが決定した。初代艦長二第一、延別母海戦で活躍した安志坂江少寮、海軍主艦学校第47期が任命された。 大統領選の公約の一つとして、死傷者全員の保証及び礼遇を掲げて当選した、李昭キヒロの意向により、海軍第二艦隊司令部の主催で行われていた式典が政府行事となることが決まった、保記念日の制定も検討していることが明らかにされている。2016年には、ノーザン・リミット・ライン南北海戦として、韓国国内にて本県が映画化された。 作中で実際に戦死した韓国海軍乗組員の葬儀の映像や生還した韓国軍元乗組員らのインタビュー映像同海戦で戦死したインヒサシュナツスクナリョウが死の直前にサッカー関連のニュース番組からインタビューを受けた映像等が使用されている2016年より韓国政府は3月の第4金曜日をに指定し第2 延別母海戦のほか、天安沈没事件、延別母島砲撃事件の3つの事件、合計55人の犠牲者を追悼する記念式典が催されている。最下艦隊第8戦隊の拠点へと寄港した、トンサンミサキ684号は、交戦後12日が過ぎても停泊されており、戦隊員の警戒心を固水す,するための装置と推測される。その後、 3、4ヶ月の修理を経て、キムヨンシク英融合と解消され、2004年7月19日にも NLL を審判する挑発行動を行った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。